お世話になっております、マサルです。この動画シリーズは私から皆さんにいろいろな質問をします。皆さんは質問に答えながら動画をご視聴ください。質問に答えながらご視聴いただくと学習効果はぐっと高まると思います。それでは今回もお話ししながら一緒に勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回の動画は令和6年秋の応用情報技術者試験午後問題を題材にお話ししていきます。この問題ではウェブサイトのセキュリティに関する問題が出題されています。いろいろ書いていますが、今回の動画ではハッシュ関数の特性について見ていきましょう。早速ハッシュ関数が書いている部分を見ていきます。今回の問題のウェブサイトでは DB サーバーの中で会員情報を会員テーブルで管理しています。会員テーブルは様々な情報が管理されていますが、パスワードはハッシュ値で管理されています。ここで下線1です。パスワードのハッシュ値は会員が設定したパスワードをハッシュ関数によってハッシュ化したものであると説明されています。ここが設問になっています。会員のパスワードをハッシュ関数で保存することは情報漏洩の脅威に対してメリットがある、それはハッシュ値にどのような特性があるからか、25字以内で答えよというものです。では動画をご覧の皆さん、こちらの問題の答えを考えてみてください。ヒントは情報漏洩の脅威に対してのメリットなので、攻撃者がこの会員テーブルの情報を入手したとして考えてみてください。攻撃者はパスワードのハッシュ値を見てどのような気持ちになるのか想像していただくと良いかもしれません。ハッシュ値の特性と絡めて考えてみてください。それでは正解を発表します。正解はハッシュ値からパスワードの割り出しは難しい、こちらが答えです。今回の問題はハッシュ値の特性を理解できているか、それを問う問題でしたね。きっとセキュリティを勉強している皆さんはハッシュ関数の特定についてすでに勉強したと思いますが、今回は改めてハッシュ関数とは何か、そしてハッシュ関数の特性について一緒に勉強していきます。それではまずハッシュ関数とは何かからお話ししていきます。ハッシュ関数とはデータ、文書やファイルなどを入力すると決まった長さの値、ハッシュ値に変換してくれる関数のことを言います。こちらの図を見てみてください。例えば入力値に M という一文字をハッシュ関数の MD5 で計算したとします。その結果 6F、8F から始まる32文字の文字列として出力されます。このようにハッシュ関数で計算した値のことをハッシュ値と言います。では次に入力値マサルを同じハッシュ関数 MD5 で計算してみます。6447から始まる32文字のハッシュ値になります。そして最後に入力値マサルの勉強部屋をハッシュ関数 MD5 で計算してみたいと思います。その結果ハッシュ値は AE8D から始まる32文字のハッシュ値が求められます。このようにどんな入力値のデータでも一定サイズのデータに規則的に変換してくれるのがハッシュ関数です。ちなみにこれは誰が計算しても同じ値になります。入力値とハッシュ関数が同じであれば誰が計算しても同じハッシュ値が出力される、これもとても大切な特徴です。まずはハッシュ関数についてお話ししました。次にハッシュ関数の特性についてお話ししていきたいと思います。ハッシュ関数の特性は大きく3つです。現像、計算、困難性。第2、現像、計算、困難性。衝突、発見、困難性。この3つです。逆に言うとこの3つを満たさないとハッシュ関数とは言えないということになります。それぞれの特徴を確認していきましょう。まずは現像、計算、困難性です。現像、計算、困難性とは
あるハッシュ値 H が分かっていても、それを生成した元の入力 X を見つけるのが困難という特性です。言葉だけだと分かりにくいですよね。この特性は一方向性という別名があります。現像計算困難性は一方向性だと言葉を紐付けていただければ覚えやすいと思います。例えばこのハッシュ値を見てください。このハッシュ値から何が入力値だったか推測することは難しいですよね。これが現像計算困難性です。現像とは入力値のことなので、現像計算困難性とは入力値を計算して求めることが困難であるという特性です。この特性を生かしてパスワードをハッシュ値で管理することによって、パスワード自体の情報漏洩を防ぐ役割が期待できます。この点が先ほどの問題では問われていました。もう一度問題を見てみましょう。会員テーブルではパスワードをハッシュ値で保存しています。もしパスワードをそのままの情報で保存すると、情報を見た攻撃者は各会員のパスワードを知ることができますが、パスワードをハッシュ値で保存しておくことによって、攻撃者はハッシュ値からパスワードを割り出すことができなくなります。その結果、情報漏洩を防ぐことが期待できるということですね。次は第2現像計算困難性です。第2現像計算困難性は、固定されたデータに対して同じハッシュ値を持つ別のデータを作り出すのが困難という特性です。先ほどの現像計算困難性に第2という言葉があるのが特徴です。この特性は特定の入力値と同じハッシュ値を作る別の入力値を推測することが困難ということです。例えば、マサルという入力に対してこのようなハッシュ値が求められたとします。この時意識していただきたいのは、入力値はほぼ無限に存在しますが、出力値は有限ということです。なので、マサルと同じハッシュ値を作ることができる他の入力値が存在することになります。ただし、特定のハッシュ値を持つ入力値を計算できてしまうと、悪用されてしまう可能性があります。なので、ハッシュ関数には出力が同じになる第二現像、つまり出力が同じになる第2の現像、つまり第2の入力値を計算することが困難であることが求められます。これが第2現像計算困難性です。最後は衝突発見困難性です。衝突発見困難性は、何でもいいから2つの異なるデータで同じハッシュ値を作るのが困難という特性です。先ほどの第2現像計算困難性は入力値が決まっていましたが、こちらは入力値に縛りがありません。入力値は何でもいいから同じハッシュ値になるものを見つけ出すのが困難という特性です。第2現像計算困難性と衝突発見困難性の違いが分かりにくかったと思うので、再度比較して整理しておきましょう。第2現像計算困難性は、固定されたデータに対して同じハッシュ値を持つもう一つの入力値を求めることが困難という特性です。現像というのは入力値という意味なので、第2の入力値を求めるのが困難という意味ですね。衝突発見困難性は、何でもいいから2つの異なるデータで同じハッシュ値を作るのが困難という特性です。入力値は何でも OK です。適当に2つの入力値を入れてみたら同じ出力になってしまった、そのようなことにならないというのが衝突発見困難性です。2つの違いは少し分かりにくいところがありますが、入力値が決まっているのか、それとも入力値は何でも良いのか、こちらで判断してもらえると分かりやすいと思います。それでは今回学んだ内容を振り返りましょう。今回の問題では、会員のパスワードをハッシュ値で保存することによって情報漏洩の脅威に対してどのようなメリットがあるのか、それはハッシュ値にどのような特性があるからかについて考えました。正解はハッシュ値からパスワードの割り出しが難しいという特性です。ちなみにハッシュ値からパスワードを割り出すことが困難であるというのは、ハッシュ値のどんな特性だったか皆さん覚えてますか？ハッシュ値からパスワードを割り出せない特性というのは、
現像計算困難性です。こちらは一方向性という別名があります。ハッシュ値を見ても入力値を推測することができません。この特性が現像計算困難性です。ハッシュ関数の特性はあと2つあります。第2現像計算困難性と衝突発見困難性です。それぞれどんな特性か皆さん覚えてくれましたか？正解は第2現像計算困難性が特定の入力値に対して同じハッシュ値を作ることが困難な特性、そして衝突発見困難性は何でもいいから2つの異なるデータで同じハッシュ値を作ることが困難な特性です。ハッシュ関数の3つの特性は分かりにくいところがあると思いますが、これを機に情報を整理してみてください。ということで今回はハッシュ関数の特性について一緒に勉強しました。ハッシュ関数は多くのセキュリティ技術の根幹となっています。しっかり内容を覚えていきましょう。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。また9月は秋試験に向けた勉強会ツアーを開催しています。オンラインコミュニティのメンバーは無料で招待しています。一般参加もコンパスから受け付けています。ちょっとモチベーションが上がらないなという方は一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。